ごきげんよう、イルマです。今日はクリスマス会ということで、いつものお友達に集まってもらいました。クリスマス新たな仲間をご紹介したいと思います。ザ・レッドシューズでバイオリンを弾いてくれたアニハリくんです。よろしくお願いします。私ちょっと乾杯の前にみんなに見せたいものがあるので見てください。じゃん。おわー、シンプルできました。嬉しい、ついにできました。これね、今日みんなの動画撮ったので、ありがとうございます。ありがとうございます。私からプレゼントです。ありがとうございます。かっこいいでしょう。2023年の1月末に、正式発売になります。ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、しゅうとくんです。私の剣族です。あと、つながいさんもね、いますので、よろしくお願いします。はい、それでは乾杯。乾杯。メリークリスマス。それでは、引き続きプレゼント交換会に行っていきますので、指定対決。さあ、勝負、じゃんけんぽん。あー、うわー、下克上してんじゃねえよ。では、めっちゃめちゃいい先輩やから、好きなものを選んでください。名前を書いてありますので、かぶったら引き直して、ね、引き直してくださいね。ちゃん、はい、それです。ちゃんぽんですね。はい、何にしようかな。秀樹さん、秀樹さんの、秀樹さんの。あとは次の人は2人、あ、2人だけ。さあ、じゃんけんぽん。あ、レディーファーストで。え、いいね。最初はグー、じゃんけんぽい。そうか、自分引くってこともあるんだけど。そう、自分に対して締めた。はい、やり直したいですよね。イルマさん、おー、いいの。どうかな。で、マファミアちゃんの次が、なんか残念っぽいトーンだったの。大丈夫。あーって、で、どっちか、俺向けではなかった。じゃあ、ゲストさん、ゲストさん、西田さんですね。はい、あ、では、これで皆さんプレゼントそれぞれ交換できませんかね。それぞれどれがどれなんだろう。じゃあ、自分の各々のプレゼント、はい、これ樋口くん喜んでもらえそうだな。ストラディバリですか。いやいやいや、何や。なおなお、ストラディバリです。用意できなかったよ。カブヤさん用にスネア買おうかなと思ったけど、他の人めっちゃいらねえな。めっちゃいらねえな。したらメルカリ行きですよ、こっちでしょ。プロテインかな。プロテイン、プロテインじゃないよ。プロテイン、これね、めちゃめちゃ迷って女性も男性も使えるものっていうので、めちゃめちゃ迷って選んだ。プロテインシェイカー。めっちゃ違います。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 それはそれで多分なんかいろいろ使えると思うけど。おじょう、時間かかってます。バリ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 、なんか生まれますかね。待って待って。じゃあ皆さんよろしいでしょうか。はい、じゃあ誰に私、まず一番早く最初に受け取る。メリークリスマス。プレステ5ではなさそうだね。ちょっと何選ぶの。私選ぶもの。でもむしろスンタ君良かったかな。ぜひカメラに向けて。ラーメン。ラーメン。ラーメン。あの、めちゃくちゃ嬉しいです。本当に。いいじゃん。まだ食べられない。クマのラーメン、クマのラーメン、クマのラーメンとか、あの炭火で、え、すごいいっぱい入ってる。すごい、ありがとうございます。よかったね。そう、めっちゃ嬉しい。よかったな。食べてください。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、次いきます。お、ありがとうございます。すごいシックな。じゃあ開けてみます。やめてください。なにこれ、ヴィンテージ風呂で使うやつ。おしゃれ。シャワージェルとかですね。おしゃれ。
ありがとうございます。ちょっとママとかもそう。はい。嬉しい。ママ、あらま。可愛い。誰が弾いたの？かぐやちゃん。かぐやちゃんが、しゅうとくんからもらえる。しゅうとくんから、東急ハンズの、黒からの、黒が、黒が、黒が、ね。トマトを育てる。栽培キット。可愛い。大事に育てます。可愛い。トマト。トマトの。いちごも育てます。可愛い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 。チョイスが乙女。乙女。まだあるの？まだある。まだある。ネタに走っちゃって。これが本命。ありがとうございます。個人的に。寝るやつ。ありがとうございます。寝るやつ。何？ハンドクリームと。ボディソック。めっちゃいいよ。すごい。いいよ。タツもやるやん。ありがとうございます。はい。皆さん。皆さん。皆さんですよ。今見てほしいのが初代ハニーが勝ちしました。これバタだった。収納できるの？バタだった。収納できるわけ。はい、ありがとうございます。よかった。次は誰？ミシャか。ミシャもらった？もらってない。まだ実は。カズヤちゃんからの。ありがとうございます。なんだろう、出して。こちらも大阪のミュージアムに行ったから。箱根のやつだ。これは。あ、わちゃわちゃ。猫。猫じゃない。メイン、こっちじゃないから。これは、鹿。鹿。キツネ、キツネ。あ、キツネ。あ、いいね。心が病んだ時にめっちゃいい、いい音の声が。いつも癒してくれる言葉の方。そう。メンタルが病んだ時に。めっちゃいいの。じゃあ今ちょっと一つ紹介します。あ、お願いします。友達になりたい人とは、まずは娘を作ることだよ。もっといいのあるよ。ちょっと分かんないよ。もっといいのあるよ。じゃあゆっくりゆっくり待ってください。次俺が、はい、ミキさんがもらうと、ミキさんから、私からは、この筋肉もらえる？筋肉じゃないんですよ。ないんだよ。すごい悩んだんですよ。失礼します。じゃあ、あげてほしい。小さいからこそ、あ、そのままです。これ私それハンドクリームです。あー、いいじゃん。筋肉要素なし。筋肉要素なし。かわいいじゃん。お前のかわいいやつだった。ありがとうございます。マジでね、悩んで、なんか男女入り乱れて、入り乱れてるから、まあまあ、ランダムでそう、ランダムでそう、そう、で冬だし、使えるものがいいなと。でも、ミシカさん料理するしね。そうですね、ね、でもミシカさんのこと思いながらこれ。ちょっと怖いっす。近くにあげる人が、チャロさんのところ。じゃあ、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。気になりますね。おっ、うわー、いいー、可愛いでしょ。しかもこれからのね、今の季節。え、可愛い。これ、可愛い。男女当たってもいい。ピンクがピンクが軽く入ってる。あ、確かに可愛いよ。すごい。なるほど。そういうのがすぐ選べる。センス、センス。イケメンでしたね。似合うと思う。50時間考えて反応めちゃめちゃ考えましたね。では最後、イルマさんが、あ、私もらってないや。
モダン、はい、からのプレゼント、ありがとうございます。メリークリスマス。ちっちゃい、かわいい、もうかわいい、うん、袋がもう高級だもん、クラディバイスです。なんだクラディバイス。これアロマのね、セッション。あー、おしゃれ、お部屋いい匂い、お風呂だった、あー、お風呂いい匂い、香水とかじゃなくて、そうなんですね、部屋に、部屋にあるやつ。人に言われたのは、なんか香水だとストレス軽減効果がないか、こっちの方がストレス軽減効果が、へー、なんかもういい匂いしない、うん、癒されてください。そう、10分ぐらい。アロマスプレー。めっちゃかけた。めちゃめちゃ。あ、結構いい香り。北海道の匂い。北海道の匂い。ラベンダーの香り。北海道の。ラベンダー、ラベンダー。癒されますね、これ。あ、ありがとうございます。すごい。いきます。これにてこの目のプリントを終わりましたね。最後、入間さん、一言、はい、新婦、ぜひ皆さん聞いてください。そして、来年もよろしくお願いします。お願いします。サンデーちゃん、そうだ、来年から、私、来年2月からちょっとインスタグラムのリールで叩いてみたら流していくので、ぜひ、チェックお願いします。よろしくお願いします。YouTube で投稿やってるので、ぜひ見てください。お願いします。来年も頑張って音楽やっていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。